こんにちは、東京不動産大学の稲垣義邦です。今回はですね、住宅ローンの動画になります。で、ゲストに来ていただいております住宅ローンアナリストモゲチェックの塩澤さんでございます。モゲチェック塩澤です。よろしくお願いします。簡単に自己紹介お願いできると思います。株式会社 MFS で取締役 CEO をしております。で、住宅ローンの比較サービスモゲチェックを運営しておりまして、で私はですね、モゲチェック塩澤、よくモゲ沢というふうに言われるんですけどもまあそういった形でですね、住宅ローンの情報発信をしております。今日は一つよろしくお願いしますよろしくお願いいたします。今日聞きたい内容というのがですね、こういったペルソナの方はどういうふうに住宅ローンを組めばいいか、こういった内容をですね、2つのパターンで聞いていければと思ってるんですけど、その前にですね、どうしても確認したいなと思ってる内容がありまして、ご意見を伺いたいんですけど、昨年の12月20日の日銀の実質利上げについてですね、23年にこれから住宅ローンを組まれる方、どういうふうなことを注意していったらいいのかっていうところを、塩澤さんの見解を教えていただきたいなと思います。はい、まず何が起きたのかっていうところなんですけれども、12月20日にですね、日銀がイールドカーブコントロールという、その長期金利を低く抑える施策ですね、これをちょっと一部修正しました。ですので、その結果何が起きたかというと、長期金利がですね、ちょっと上がって、で、それと連動する固定金利、これがですね、上昇したというのが、起きたことですね。はい、で一方、変動金利、これはですね、一切変わってないという状況でして、と言いますのが、変動金利というのは短期金利と連動しますと。で、その短期金利はですね、日銀はマイナス金利政策によってこう低く抑えつけているというところで、これはもう全然変わらないと。ですので、変動金利はずっとこう変わらないというのが今起きていることですと。で、じゃあこの2023年ですね、どういったことが起きるのかというところなんですけれども、おそらく、固定金利はですね、もう一段階上がる可能性があるかなと。一方、変動金利はですね、今の低いまま、この状態が続くかなというふうに考えております。理由としてはですね、日銀がまだ金融緩和、これをですね、継続するからというふうに考えているからなんですね。で、日銀はですね、いい経済のサイクルを回すために、今、金融緩和というのを続けていますと。いい経済のサイクルって何かというと、賃金が上昇して、で賃金が上がるとですね、需要が伸びると、その物を欲しくなると。で、物が欲しくなるとですね、物の取り合いになるので、インフレになると、物価が上がると。で、そうすると、企業の売上も伸びるので、賃金が上昇するという、このサイクルなんですよね。で、このサイクルが今日本はですね、回ってません。残念ながら。で、どこが回ってないのかというと、賃金ですね。これがなかなか上がってないと。で、2023年ですけれども、皆さんも知ってるかもしれませんけども、春闘ですね。ここで、賃上げがですね、多少行われるかなと思っています。ただ、それがですね、金融緩和を解除するほどでもないというのが私の見立てですので、一部ですね、日銀の方針というところがですね、変わるところがあるかもしれませんけれども、その大きな枠組みですね、低金利政策を続行するというところは変わらないのかなと。故に、変動金利は低いまま。固定金利が高いというところで、その変動と固定の金利差がですね、ぐっと開くというのが2023年かなと。ですので、それを踏まえるとですね、じゃあ変動と固定どっちの方がいいのかっていう話になっていくかなと思うんですけども、私の見立てとしては、以前から変わらずですね、変動金利、こちらの方がいいかなと。やっぱり固定から比べるとですね、やっぱり金利っていうのはだいぶ低いっていうところがありますので、変動で組むっていうのがいいのかなと。ただ万が一の金利上昇っていうのももちろんあるのかなと思ってますので、それも備えとしては変動金利で借りた後はですね、しっかりと運用するってことですね。固定と変動で比較するとですね、毎月返済額で変動金利ですごく安いんですけれども、その分をですね、浪費するんではなく、ちゃんと資産運用すると。で、万が一の金利上昇の備えにするっていうのが、非常にこう重要かなと思います。ありがとうございます。今見てる方の中でもインフレしてるじゃんというふうに思ってる方もいらっしゃるんで、私の見解としてはインフレ率を上回る給与のアップがあるっていうことを前提として金利が上がるんじゃないかって考えてるんですけど、それいかがですか？そうですね、まさにおっしゃる通りで、一応ですね、政府の見解としては、2023年度の物価上昇率がですね、だいたい 1.6% ぐらいと言われておりますと。シンクタンクの予想ではですね、賃金の上昇率が2023年度はですね、2.7% と言われてるんですね。なので、ここの数字だけ取ると、なんか賃金の上昇率が高いじゃん。つまり、金融緩和解除されるんじゃないかっていうのも思われるかもしれませんけども、その賃金の上昇率の中で、そのベースアップという、はい、その、実質的な賃上げ分、ここはですね、1% に満たないと言われてるんですね。
なのでそこをまあ取り出して比較するとやっぱり物価上昇にまだ追いついてないという形になりますので、まあ、そういう意味でもですね賃上げは行われるけれども金融緩和開始されるほどではないというのが、まあ、私の見立てというところです。なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。もうちょっと不動産の観点でお話をしたいんですけど、正直まあ変動金利自体が利上げされない以上不動産価格に影響がないって考えるのが一般的なんですね。ただ皆さんはもしかしたら変動金利も上がるんじゃないかっていうようなそういった不安からですね、実質と違って売る方が増えてくる、こういったことも考えられるんですよね。なので市況としては変動金利が上がらない以上変わらないはずなんですけど、投げ売りが始まってしまって、値段が下がっていくなんてシナリオも考えられるんですよね。それに関して塩田さんどう考えられますか？そうですね、まあ、確かに一部そういった動きがあるかもしれませんけれども、はい、ただそのベースとなる部分っていうのはやっぱりその金利次第かなと思ってるんですね、はい、なのでここが崩れない以上、購入意欲といいますか、はい、購買力っていうのはもう高いまま維持されますので、はいはい、まあ、価格っていうところはある程度こう下支えされるのかなと。ですのでまあ変動金利がまあ上がらない限り大きく市況が崩れることはないのかなというのがまずまあ一つの見立てです、はい、でただ一つちょっとまあ懸念点としてあるのが、海外の経済、これがちょっと今こう失速気味なんですよ、はい、2022年度はですねアメリカもヨーロッパもですね、そこそこの成長率なんですけれども、23年度はですねガーンとこう下がるんですね、はい、特にこうヨーロッパはですねマイナス成長になるんじゃないかみたいに言われてるんですよ。それがこう日本にもですね波及してきて、日本もちょっとこう景気が悪くなるようなことがあればですね、ちょっとやっぱり市況にちょっと悪影響があるのかもしれませんけども、ちょっとまあリスクとしてはまあそういったところなのかなと思いますね。今私が思った経緯としては、やはり12月20日にモゲチェック問い合わせが殺到したしましたっていうこと、要は、世論としては、はい、全体的に金利が上がるんじゃないかという風潮になっている、で正しい事実が伝わっていないのかな、であと私の LINE のお問い合わせが売却をしたいという方が急激に増えた、まあ、こういった2点を鑑みてもしかしたらっていう見解だったんですが、まあ、これが一過的に終わって、まあ相場としてはステイの状態であるといいなというふうに個人的には思っております。そうですね、はい、今のところそこまで大きく崩れるかというとそうではないのかなというところで、はい、なので先ほど申し上げました通り変動金利が上がるのかどうかというところが賃金がどれくらい上がるのかというその上がり幅とそれがどれくらい持続するのかというその持続性ですね、はい、この2軸から決まってきますので、はい、そこをしっかり見ていれば、まあ、大きく外すことはないのかなと思います、はい、分かりました。ありがとうございます。すごく勉強になりました。はい、これからもちょっとお客様にですね、より勉強して正しいことをお伝えしていきたいなというふうに思っております。はい、モゲチェック、ご存知の方多いかなと思うんですけど、知らない方に、ぜひお伝えしたいと思っております、はい、住宅ローンの比較のサイトになっておりまして、千代田さんがやられているサービスなんですけど、これを入れていただくとご自身に最適な、金利というのがこの金融機関で借りられますというのがですね提案されると、素晴らしいサービスでございまして、私も不動産の取引の現場で使っております。ちょっとサービスの概要を若干、お伝えいただければと思います。はい、モゲチェックですけれども、無料の住宅ローンの比較提案サービスもあっております。で皆様の、情報ですね、年収ですとか就業形態、こういったものを入れると審査に通りやすい銀行っていうのがですね提案されます。でその中でも金利と男子この両方がですねバランスいいものが、最大3つ提案されるという形となっておりますので、ぜひですね無料なので、はい、一度お試しいただければなと思っております。はい、ありがとうございます。またあと動画ですね、これ今見ていただいている方、実は、塩澤さんとですねもう1本、約半年前ぐらいですかね、撮影させていただいて、東京不動産大学で上がっておりますので、そちらもぜひチェックお願いいたします。